はい、どうも全国のマリンズファンの皆様、こんばんは、大チャンネルです。ということで、本日、首位オリックスとの天王山初戦。マジでいい試合だったわ。素晴らしい、マジで。結果は引き分けなんだけれども、こんなに面白い天王山の優勝争いの試合見たことないのよ、俺。今日現地行った人、マジでいいなと思って。何？あの意地と意地のぶつかり合いの、あの試合。ほんと、鳥肌立ったもん、俺。ほんと野球選手ってかっこいいなーって思いながら、マジでずっと見てた。ほんとにね、いい試合だったよ。オリックスファンの皆さん、ほんとにいい試合をいつもありがとうございます！ということで、本日の試合振り返っていきたいと思います。この天王山はね、必ずどちらかにマジックがつくという3連戦でございます。首位のオリックスはですね、まあ2勝した瞬間にマジック6が点灯します。さらに、1勝1敗1分け、5分ですね。5分でいけば、マジック7が点灯すると。対するマリーンズはですね、2勝1敗で勝ち越せば、マジック10が点灯するという3連戦でございます。その初戦は引き分けだったということでね。さあ、本日の試合ですね。まず先制したマリーンズ、4回の表、4番の、スジボーイ !26 巻目の、ソロホームラン。さあ今日は何を握ってくれたんでしょうかね。僕は予想はね、中トロだと思います。うん、今日は中トロですね。でレアード選手のホームランで先制しましたと。そしてまあそのまま1対0という展開が続いていきまして、次の1点どちらにあるのか。オリックスとしては早めに追いつきたい、ロッテとしては早めにリードを広げたいといったところで、6回の表、先頭荻野選手のスリーベースヒットからの中村翔吾のタイムリー。まあ、翔吾ね、まあ、当たりが決していいわけではなかったんですけれども、まあ、うまくライトの前に落としてね、タイムリーヒットでこれで欲しかった2点目が入ったということでですね。そしてね、今日もロッテの小島投手がね、7回まで無失点というピッチングを見せましてね、本当にもう前回をさらに超えていくかのような、本当に素晴らしいピッチングでございました。そしてね、全国の野球ファンが一番湧いたであろう8回の裏ですね。ワンアウトから太田選手がヒットを打ちまして、その後、ツーアウトまで行きました。そして今日ね、二つ、併殺打を打ってしまって、まあ、いろいろ思うところがあったでしょう。宗選手、ライトスタンドへの値千金、同点ツーランホームラン。もう、好き、俺。宗好き。宗マジで好き。うん。もう、オリックスで一番好きな選手です、宗選手。しかも、これでね、シャーって言ってホーム帰ってくるじゃないですか。涙がこぼれてるんですよね。もう、ああいうシーン、俺マジで好きなんよ。警察だとか撃っちゃって苦しんでて、なんとかここでしないといけないと言ったところでホームラン、初球だよ、しかも。初球でホームラン決めるっていうね。もう、やばかった、あれは。いやー、やばい。かっこよすぎる、宗優馬。やべえ、惚れる、あれは。そしてね、その後はね、まあ、同点に追いついて9回は両クローザーがね、三者凡退。どっちも三者凡退で抑えるっていうね。もう本当に素晴らしい試合だったよ。で、そしてね、打たれた小島投手もベンチの中で涙を流しててね、もうよく、もうナイスピッチングだって、もう、泣くようなね、あれじゃない。もうナイスピッチングだから。ああいうの見てくると本当にね、いい試合してんだな、優勝に本当にかけてるんだなっていうのが伝わってきますよね。本当に本当にいい試合でした、今日は。優勝争いってこういうのなんだなっていうのをね。まあ僕がロッテファンになって初めてのね、優勝争いなんで、ちょっと初めての経験でね、戸惑ってるところもいろいろありつつ、優勝争いって本当にいいんだなーって、面白いんだなーっていう、野球っていいなーっていうね、本当にね、今日の試合でした。はい、ということで引き分けなのにもかかわらず、ロッテは追い込まれてるのにもかかわらずね、こうやってテンションが上がってしまうというね、もういい試合見れたっていうことですよ。で、今日はね、ロッテファンの私が、ほんとこんなことするのは申し訳ないんですが、ちょっと宗選手のね、応援歌を歌ってちょっとお別れしたいなというふうに思います。だってあれは惚れるもん。ゆうまー胸の奥で熱くたぎる思いすべて出し切れ、壮絶な争いに勝ち残れ最後まで、ゆうまーゆうまーカットセーユーマ胸の奥で熱くたぎる思いすべて出し切れ、壮絶な争いに勝ち残れ最後まで、ユーマユーマカットセーユーマ。いや、今日はね、ロッテファン代表の私からでも言わせていただきたい。ロッテ、オリックス、共によく戦ったと思います。ナイスゲーム。これからも千葉ロッテマリーンズ、
オリックスバファローズ、共に優勝争い繰り広げていきましょうや。ということで